2022年もよく走りました。年納めに今年のガソリン代と燃費を発表していきたいと思います。アルトバンの燃費はメーカーの公表値で 25.8km です。平均の燃費は 22.95km だそうです。民からも見てみましょう。こちらも平均燃費は 21.97km となっています。さて、実際に私がアルトバンに乗った場合、この燃費に比べてどうだったのか、検証します。2022年の初め、アルトバンの走行距離は 17,202km でした。12月28日現在、走行距離は 24,815km です。つまり1年間で 7613km 走った計算になります。毎日の通勤に使っている割に意外と走ってないですね。さて、ここでガソリンの計算をしていきます。私はガソリンスタンドに行くたびにレシートは必ず残しておいています。確定申告のためです。この中からガソリンスタンドのレシートを探し出し、すべてのガソリン量を出していきます。さて、2022年の総ガソリン量、平均燃費はいくらだったのか発表します。総走行距離 7613km、 総ガソリン量 418L と 980cc、 総合金額 66,994 円、平均燃費 18.1km。 いかがでしょうか。私のアルトバンは通勤に使っているからか、みんなの平均燃費より低い結果になりました。タイヤは165のスポーツタイヤを履いていますし、マフラーとエアクリーナーも社外品に変えているのも影響していると思います。とはいえ、燃費もそんなに悪くない上に、走ってて楽しい車であるには間違いありません。最近はガソリン代も高くなっており、ハイブリッド車や電気自動車が台頭してきていますが、私はずっとガソリン車に乗っていきたいと思います。ガソリン車ならではの魅力ってあると思うんですよね。皆様、来年もよろしくお願いいたします。